怖い人間誰でも怖いものってものがあるんだそれはなぜかってえと生まれた時にエナを土に埋めるだろうその埋めた場所の上を最初に横切ったものがあるとそれがそいつの怖いものになるんだよなんだいそのエナってのは お前が生まれてきた時にくっつけてきたへその緒よ。それで八五郎は何が怖え俺は毛虫が怖え。じゃあお前のへその緒を埋めた上を最初に毛虫が横切ったってわけだ。半助は何が怖え俺は蛇だ。長くてニョロニョロ。舌をピロピロさせて。 いつも急にヒュッと出てくるんだおおっかね三吉は何が怖え俺かいなんてったってムカデが嫌だね俺にあんなに足がたくさんあったらどうしようわらじを買うったっていくらお金がかかるかわかんねムカデにだけはなりたくねえな 俺ははだけは避け避たいね口からもごもごと糸出してさ獲物が巣に引っかかったら長い足ですっとんでくるんだぜ俺が雲の巣に引っかかった時には生きた心地がしなかったよところで翔ちゃんお前さっきから黙ってるけどおめえの怖いものはなんだい怖いもの そんなものはこの俺にはねえってもんよ。人間はな、万物の霊長ってくれえなもんだ。動物の中で一番えれえんだ。その人間様に怖いものがあってたまるかい。俺にはこの世に怖いもんや嫌いなもんなんてあるわけね。尺に触る野郎だね。嫌いなものが。 一つもねえなんてよなんかあるだろうよ例えばお化けなんかどうだいお化けお化けなんかちっとも怖かねえあいつはタコが屋根にのっかっちまった時なんか頼むとヒューっと取りに行きやがる助かるねえじゃあトカゲとかヤモリはどうだいトカゲヤモリ あんなもの、俺の子分にして体にひっつけて歩いたら動く入れ墨だじゃあいいよ虫やなんかじゃなくてもいいからよなんか嫌いなものはないんかいそうかいそれまで聞いてくれるかいそんなら言うよ俺はねまんじゅうが怖いんだ 何饅頭饅頭ってあの饅頭かいあんこのたっぷり入った甘い饅頭かそうなんだ。俺はね、情けねえ人間なんだよ。みんなが大好きな饅頭が俺には怖くてよ。見ただけでブルブル肝が震えちまうんだ。だから まんじゅう屋の前を通るときは足がすくむからよわざわざ遠回りしてまんじゅう屋を避けて歩いてんだよそれにしても近頃饅まんじゅう屋が増えたから困ったもんだはあまんじゅうのことを思い出したらもうダメだだっていらんねえそこへ寝かしておくれよみんなは が寝ている間に山ほどまんじゅうを買ってきてそれを枕元に置いて正一をびっくり驚かすことにしましたしばらくすると部屋の中から「ギャー!」という悲鳴が聞こえてきました三人は顔を見合わせてにっこり「どれどれ?」 障子に穴を開けてそっと見てみようじゃねえかいおおい大変だあいつまんじゅうを食ってるぜさてはまんじゅうが怖いっつうのは嘘じゃねえかいおいしょうちゃんよお前俺たちにまんじゅうが怖いって嘘をついたなふって野郎だ本当は何が怖いんだい 悪い悪い今まんじゅうが喉につっきえて苦しいんだ。ほんとは俺は一杯のお茶がこえんだ。